こんにちは。こんにちは。またまた。またまた。なあ。来ました。来ちゃいました。なあ。はい。なんかコメント欄で。はい。あの人綺麗ですね。嘘。本当に。優しい。優しいじゃなくて、お前コメント欄見てないだろ。見てない。見ろって。ごめんなさい。見ました。動画見たのちゃんと。見ました見ました。見ました。はいはい。今日は。今日は。はい。やっぱ巨人の優勝。なあ。うわあよかった。おめでとうございます。おめでとうございます。いや。原監督はさ、やっぱ同級生だし、もう学生の時からのもう親友で、順位予想も原監督がなったということで、巨人にしていったんだよね。だからまあまあ、予想が当たったから嬉しいっていうんじゃなくて、戦友がまた戻って、3回だからね、監督に戻って。いや、しかも、すぐ行くかって優勝して。いや原監督のあの涙あねえどうでした？やっぱりあのプレッシャーがあったんだなと思って、いやいつも取材で話をしてるんだけど、はい、いや豊か大丈夫だよって頑張るよとか、なんかそのプレッシャーを感じさせないんだよねこっちに。うーん、だけどあの涙を見た時にこいつ野菜我慢してたなっていうのがあって、俺ももらい泣きした。だって原監督が涙を流すってあんまりないですよね。あんまりないよね。いや、それとあんなに顔がくしゃくしゃになってさ、泣くっていうのは初めて見たかな。だから余計に感動したし、戦い方も見事だったよね。何がやっぱり良かったですか、原監督の采配と。やっぱ仕掛けがいいよね。仕掛けがいいのと、やっぱ外国人もう甘やかさなかったし、誰に対しても同じように厳しかったよね。勝つためのプライドを守ったというかさ、選手個人のプライドを守るというよりもチームのプライドを守ったというさ、だから非常な采配もあったよ。そうです、ね、例えばさ、坂本、丸、岡本、はい、まあ新之助も1回ぐらいしたかな、送りバント出してみたいな。ありました。あったよな。びっくりしました。でしょ。だからあれはやっぱ個人のプライドを守るよりもチームのプライドを守るというかね、そこに徹することができたっていうのが原監督のすごさかなと思うよね。だってさ、2回監督やってよ、殿堂入りしてよ、パーティーには総理大臣まで来てよ、そういう人間がもう監督やんなくてもいいじゃない。もう悠々自適なんだもん多分ね。だけどやっぱ巨人を救うために、巨人からのオファーを断れずに、じゃあやりましょうということで、はい、まあ引き受けたからにはやっぱ責任があるよね。だそこをこう全うできたという、なんかかっこいいよな。ちょっとインチキだよな。いやなんかそのぐらいの感じがするよ。いやだってかっこよすぎるもん、同級生として優勝を決めた試合もかっこよかったですよね、ひっくり返して。いやそれもさ、例えば手塩に育てようとしてる、まあ、重信とか、はいはい、そういう若手がフォアボールでつないで、ツーアウトから小林がライトに打って同点になって、ね、で最後決めたのが増田だよ。そうですよ。だからずっと頑張れて指導してきて、まあコーチも含めてだけど、そういう人間が最後の最後に決めてくれたっていうのも、チームの力がやっぱこう高まったなっていう、そういう感じがしたよね。本当ですね。まあ勝てば冠軍でさ、もういいことしかないんだけどさ、はい、本当にその最初はプレッシャーがあって始めて、で吉川という人間が一番の予定がもう早々に離脱して、そうでしたね。だから吉川、坂本、丸って来たらもうすごい打線になってるわけ、はいはい、で吉川なんか足あるしさ、出たら走るみたいなさ、はい、そういうイメージがあったんだけど、もう早々に離脱して春先の構想が途端に崩れたわけじゃない、はい、まあ、そこからどうするこうするでさ、いろいろやりながらまあ優勝をつかんだというね、大したもんだなと思って。で菅野も完璧じゃないじゃない。いやそうでしたね今シーズンね。でも菅野にも厳しかったね。そうですか。いやいや言葉は厳しかったよ。あそうですか。だからまあ甥っ子だっていうね、まあ、そうです。まあそういうこともあり、はいはい、でもうまく使って、まあ、受賞させたというね。だからやっぱ大したもんだね。いや菅野選手もね奮起するでしょうね、こっから。なんか会見でも言ってましたよね、何もしてなくないぞって。
ますまあそりゃそうだね、菅野の状態の中では精一杯やったと思うんだけど、うん、期待値が全然違うところ、はいはい、高いところにあるじゃない。そうですね、うん、だからまあそういう意味ではねちょっと不本意だったかもわからないけどもまだチャンスは残されてるよね、クライマックス日本シリーズというね、はい、でもそういうね、いろいろ選手の離脱とか、それ選手もあんまり調子ない中、はい、調子良くない中で、うん、豊さんはピッチャー、野手、うん、MVP 誰を挙げますか。まあ、ピッチャーはやっぱり山口だろうね。まあそうですね、うん、山口がやっぱりよく頑張ったよ、はい、必ず勝ってました、うん、はい、なんていうのかな、今年は程よくね、うん、力が抜けて、うん、抜くことによって全ての球が生きてきたというね、うん、まあ、それとやっぱり冷静さもあったし、まあ、やっぱり年齢を重ねるごとにあの精神的に大人になってきてるという、だから菅野が離脱した分だけ自分が頑張らなきゃいけないというね、そういう責任もあっただろうし、それを見事に成し遂げたというね、だから原監督に多分今度インタビューに行くんだよ、YouTube で、原監督出てくるんだよこのチャンネルに、チャンネルに、そう、いや本当すごい、いやいや言ったら、いや言ったかお前友情出演で出るよって、かっこいい、かっこいいでしょ、何言ってんだお前って、監督室来いよって、ね、撮ろうよって、ね、言ってくれて、すごい、だからまあちょっと乞うご期待なんだろうけどさ、めちゃくちゃ回してほしいです、ね、まあねまあそれで山口だよね、はい、はい、山口がよかったね、野手は、いやこれはもう坂本でしょ、まあそうですね、坂本やっぱキャプテンとして辛い時期があったと思うよ、はい、勝てなくてね、うん、で俺がキャプテンやってるから勝てないのかなとか、うん、そういうことを思った時期があったと思うんだけど、今年はもう見事だったね、うん、あの活躍とか、そうですね、うん、39本、巨人の歴代の右バッターの最多本数に並んだよね、長嶋さんの39本って、はいはい、うん、まあそれも見事だし、やっぱショートとして守り続けて、肉体的にも万全じゃなかったと思うんだよ、もう途中で足がパンパンになって、でも無理してやっぱ出たんだと思うよ、うん、そうか、なんか途中で交代した時もありましたもんね、だから原監督がインタビューで坂本のことを聞かれると、いや正常ではないと、まあそういう言い方しかできないんだろうけど、まあそういうことがあって、でも歯を食いしばって頑張るというか、でもなんていうのかな、坂本って選手は人徳があるんだろうね、周りを引きつける力があるというか、だから岡本にしたってなんかいじりながらなんかリラックスさせるという、で丸なんかも来て、あの丸との人間関係性とか、そうです、ね、すごい仲良さそうな感じでしたもん、最初から。そうだよね、うん、だからそうやって、まあ、チームに引き込んでみたいな、うん、なんかすごい器の大きな選手にどんどんなっていくなと思って、うん、やっぱああいうリーダーがいるとやっぱり優勝してもおかしくないと思うよね、はあ、そうですか、うん、だから巨人のトータル的な MVP、まあ、セ・リーグの MVP、はい、もう全部やっぱり坂本だと思う。あーすごい、今年は全然違いましたか、やっぱり。もう違うし、これからやっぱりプロ野球の、うん、なんていうかな、代表というか象徴は坂本勇人だよね、うん、そのぐらいの大きな選手になったよ。そうですね、だからすごく俺も応援してるし、はい、大ファンだし、うん、いやこの前坂本に言われたんだよね、いや豊さんいつもなんか YouTube でいいこと言ってくれてありがとうございますとか言って、ご覧になってる、めっちゃ見てる、すごい、やっぱり、いやいいこと、業界視聴率がすごいなあ、いやそれで、いやいやけなすとこがないんだもん、あーも花がありますよね、花があるし、ね、何けなす、リーダーシップも取り、で背中でチームを引っ張り、成績を出し、ね、それは原監督に聞いても MVP は坂本だって言うと思う、であの子がいなかったらっていう、いや思い出すのがさ、坂本って高校から入った時かな、はい、宮崎キャンプ行った時に原監督が、はい、いや坂本っていう選手が入ったんだよって、うん、こんなことは監督が言うのは初めてだったんだけど、でちょっとだから飯食いに行こうっつって、はい、でキャンプ地の昼飯をごちそう、はいはい、一緒にごちそうになったんだけど、はい、その時に
いや坂本勇人ってねすごいスケールの大きい選手が俺はいいと思うんだよ使いたいんだよって、えその時から、その時からだからちょっと見といてくれないかって、お前はどう思うかちょっと見てくれとか言って、はいはい、線がひょろ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 して背丈高くてさなんかひ弱な感じがしたんだけど、うん、あれを見事に育て上げたよね。それと坂本も見事に期待に応えたというね。本当ですね、うん、だからそういうことも知りながらその坂本がキャプテンになりで同級生の原監督がなりで原監督が泣きで坂本と抱き合い、もう感激した感動したというかですね、うん、なんか一つの壮大なねドラマというか、ね、ドラマがなんかまあ一つ完結したというね、そういう優勝でした、はい、素晴ら